皆さんこんにちは、ワナリグルビシです。今回は、ギレンの野望、ジオン独立戦争期続きをプレイしていきたいと思います。ジオン軍編の難易度はハードで進めています。現在はキャリフォルニアベース攻略戦を行っているところなんですが、敵が潜水艦を出してきていてですね、この潜水艦が、今のジオン軍の兵器だと撃沈不可能なので、残っているここの最後の拠点ですね。こちらを制圧してキャリフォルニアの攻略を完了させたいと思っています。で、キャリフォルニア攻略した後はですね、東海岸、ニューヨークの攻略になりますので、ニューヨーク攻略のために大陸を移動する必要があるというのがありますので、小型陸戦艇、ギャロップですね。これの開発を今急いでいます。では、時間を進めましょう。では予定通り最後の拠点ですね。これを制圧します。全拠点の制圧に成功しました。残存勢力の掃討戦に移行します。敵部隊沈黙。敵基地の制圧。これでキャリフォルニアの攻略完了ですね。閣下、降下部隊の第2陣がキャリフォルニアベースの制圧に成功しました。この基地を共闘補とすることで北米大陸東岸部ニューヨーク基地を攻略することが可能です。攻略、これが提案されました。で、早速ニューヨークの攻略作戦に取り掛かりたいなと思うんですが、西海岸から東海岸へ陸路を移動するのがとても大変だった記憶があります。このあたり確認してギャロップの生産を待つかどうか確認したいと思います。ではまずニューヨークの攻略作戦ですね。これ自体を発動したいと思います。いや、発動する前にギャロップの生産をやっぱり完了させた方がいいかな。そうですね。ギャロップの攻略、東海岸ニューヨークの攻略の前にギャロップの開発を完了させましょう。で、ギャロップを使って電光石火一気に東海岸、これを狙いたいと思います。指揮官用のザク、これの開発が完了してますので、指揮官用に、いくつかユニットを作っておきましょう。やっぱりね、索敵ができるのでいけないの。大きな差があるので、索敵するがために、この指揮官機用意します。で、軍団の方なんですが、コンスコンの部隊ですね。これをですね、地上に降下できるように再編しました。こんな感じですね。陸戦型ザク中心にドップなんかも配備してあります。これを、この先の作戦を睨んでちょっと移動させていきたいかなと思います。では、コンスポンの部隊は東アジア上空へと移動させておきましょう。では、しばらくの間ですね。予定通り、ギャロップの開発完了と、いくつか生産が完了するのを待ちたいと思います。はい。ターン15まで進みました。ようやくギャロップがある程度生産できたので、ここで攻略作戦、東海岸ニューヨークを発動します。進行ルートを表示します。進行ルートはですね、キャリフォルニアからアメリカ大陸を西海岸から東海岸まで移動するという、かなりね、強行軍になるんですが、これを行っていきます。で、支援と補給入れておきましょう。で、ここに投入する部隊なんですけども、ここはですね、了解しました。ギャロップをある程度用意しましたので、そのギャロップを配備してあるドズルの部隊、ご紹介した上で設定していきたいと思います。ドズルなんですが、ギャロップを、5両、用意しました。それにコンブサイですね。で、ランバラル、ドズル、シン・松永、その他ですね、いわゆるランバラル隊にはですね、ザクの指揮官機、これを配備してあります。で、一部ザクキャノンも入れて、現状用意できる一番強力な部隊というところですね。では、これを送り込んでいきましょう。2ターン後にニューヨークに到着できます。我が軍はこれよりニューヨーク攻略作戦を開始する。
地球侵攻作戦を進めていく上で本地域の制圧は必要不可欠なものである。諸君らの一層の努力を期待する。ではドゼルのギャロップ部隊がニューヨークに到着したようなので攻略戦始めていきましょう。電光石火でギャロップを、ね、突入させていきたいと思います。で策略ですが、まずは何といっても偵察は行いましょう。であとは夜襲急襲があるのか、敵の防御体制を崩す。ちなみにちょっとこれを外して、電撃をやると防御体制を崩す、敵軍の回避率マイナス12、マイナス8。いやー、偵察支援は入れたいな。ただ、ここは、急襲と夜襲を入れましょう。偵察はちょっと入れられないですが、まあ、代わりにですね、指揮官型のザクを多数配備してありますので、それで策敵の代わりにしていきましょう。あとは敵部隊がどれくらい展開しているかですね。ランバラル隊と新松永、それにドズルザビ中将、これを投入していきます。敵の指揮官は一人だけですね。誰がいるかというのがかなり重要なので、確認しながら進んでいきます。敵はこれ見る限り、セバフィッシュ、あとは、61式の戦車がいるぐらいですね。脅威となるような、ものはいなそうかなと思います。では進んでいきましょう。一応ミノフスキー粒子ももう散布できますね。せっかくなので、じゃあ散布しながら進んでいきましょうか。で、コムサイ一機だけ下の拠点の制圧に向かいます。他は、このまま、ニューヨーク中心地に向けて進軍開始です。では、モビルスーツ隊発進していきましょう。索敵しながら、もう攻撃も当てていきます。では、ランバラル隊から敵と交戦状態に入ります。セーバー騎士、問題なく撃破できますね。これがゲリラ屋の戦いだ。まあ、先ほどご覧いただいた通り、急襲と夜襲、これを作戦で入れてますので、こちらのね、回避率そのままに、敵は回避率が下がるというような状態、作り出せてると思うので、まあ、順調にいけば、ほとんど損害なく、撃破が進むかなと思います。あとは補給線を維持しながら、まあ、しっかりですね、補給を断たれないように、継戦能力を維持して戦っていければいいかなと思います。では続けて攻撃していきます。ランバラルはまだ専用のザク1に乗ってますね。ハモンさんは前線で、ザクの指揮官機、乗ってます。ドゼルザビ中将も専用のザクですね。ここまで全く問題なく攻略進んでますね。どうだろう、敵の方の爆撃機だけは注意しとかないと、ザクの陸戦型でも、損害が出る可能性がありそうですね。注意をしておきたいと思います。では、ニューヨーク攻略2ターン目に入りました。ザクの陸戦型が、1ユニット撃破されてしまいましたが、それ以外は順調に来てます。で、しっかり、索敵を当てて、攻撃をぶつけていきましょう。ミノフスキー粒子もね、負けるところでは巻いていきます。あ、そうだ、もう一個撃破されたのがコムサイがですね、3隻投入してたんですけども1隻撃沈されてます。
なので、ここまでの損害は、ザクとコムサイ、1ユニットずつというところですね。まあ、大きな損害ではないと思います。で、生産に関してはですね、ファットアンクル、まあ、モビルスーツの輸送機ですね。これの開発を今進めてます。この後ね、生産に乗せられれば、地球上でのモビルスーツの輸送は、このファットアンクルに任せられるかなと思います。ギャロップはね、どうしても海を渡れないという欠点があるので、まあ、その欠点をね、補うには、やっぱりファットアンクルがね、必要になってくるかなと思います。偏見が乗ってましたね。モミディアに乗ってた偏見を倒して、もうこの東海岸に敵の指揮官はいませんね。では、残った敵相当していきまーす。では、最後に残った砲台ですね。これを撃破して、ようやく攻略完了にしたいと思いまーす。やりました。敵を撃破しました。敵部隊沈黙。敵基地の制圧に成功しました。2ターンかかりましたけど、損害は、かなり軽微だったと思います。ニュース速報です。地球降下部隊が北米地域の制圧を完了しました。詳細はまだ明らかにされておりませんが、地球方面軍司令ガルマザビ閣下指揮の攻撃軍が数に勝る連邦軍に圧勝したとのことです。ガルマ司令はデギン皇王のご子息であらせられ、将来を嘱望された身でありながら兵士たちと共に前線で戦われています。兵士たちの間ではルームの戦いで大勝利を収められたドズルザビ閣下にバサルとも劣らぬ英雄であると称されています。はい、北米大陸攻略完了ですね。これで国民の戦意が高まるのなら問題あるまい。まあ、シリア。はい。ガルマも少しは役に立つ。そのようだな。それより今後の戦いはどのように。北米を失った連邦軍は大きく士気が低下しています。攻勢に出る絶好の機会です。うん、この機を逃してはならん。アジア、オセアニア、アフリカに対する攻略作戦を開始させる。はい、地球制圧作戦で今度はキリマンジャロ、マドラス、トリントン、北京と、かなり広範囲に攻略作戦が実行できるようになりましたね。では、今回はキリがいいのでここまでにさせていただいて、次回ですね、どこから攻略を進めるか考えながら、作戦を考えていきたいと思います。